皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。さて皆さん、私たちの町松阪が20年後どのようになっているか想像されたことがありますか？松阪市では20年後の町づくりの方向性を示した豪商の町松阪中心市街地土地利用計画の素案をこのほどまとめました。こちらがその素案です。そして全体像はこちらになりますが、松阪駅を中心とした中心市街地約170ヘクタールを対象区域としていて、現況と地域住民のニーズを踏まえつつ公共施設の配置を中心に作成しています。この素案については現在意見を募集していて、市のホームページや市役所、各地域振興局でご覧いただくことができます。20年後を見据えた街づくりに対する皆さんのご意見をお寄せください。お待ちしています。それでは今回のラインナップです。新成人の集いが開かれ、今年新たに1553人が大人の仲間入りをしました。今年1年の安全安心を誓う松阪市消防出初め式が行われ、消防団員らおよそ680人が参加しました。市役所資産税課から焼却資産の申告についてご案内します。1月の図書館情報をお送りします。